刻んでいこうぜ。家賃払わずシューズ買う。武田の誕生日プレゼント買いに行こう。武田30歳、え、あいつ30歳なの？俺より年下なの？って思った視聴者も、まあ、いるんじゃないんでしょうか。30歳だからあれ、ヒゲ伸ばしてんのかな、最近ね。主演さんの誕生日プレゼントを、今年も買っていきたいと思います。サンプレは、なんか、形に残るものがいいなって思って、武田が絶対に欲しいものを、プレゼントしていきたいんですけれども、それが何なのかっていうと、シューズですね。武田のサンプレ、一気見ましょう。参りましょう。あ、全然全然。すごくない？リールにもして、武田のタンプレっていう動画のネタにもしていくっていう。7月なんだ、誕生日。7月5日。ちなみに7年付き合った彼女も、7月。じゃじゃん！無事に購入できました。アルペンペンペン、お尻ペン。購入しました。エルサ。エルサは名乗る。今のは東洋大学の4年生の先輩の時に入るノック。あ、失礼します。武田さんに誕生日プレゼントを買ってきました。あ、お受け取りしていてよろしいでしょうか。入ってよ。失礼します。武田さん、誕生日おめでとうございます。マジで。はい。うわ、俺これ持ってるやつだ。あ、マジか。うん。本当にこういう感じですから。本当にね、寮生活。ということで、TKB に誕生日プレゼント買ってみたー。うわ、ありがとうございます。うわー。はい、買ってきました。ありがとうございます。よしきさんの住み付きアルペント補強。アルペント補強、アルペント補強。お前の家やろ、あれ。いや、6月、5作目。5作目。5作目。周辺に誕生日プレゼントとして喜んでもらいたいっていうのもあるし、動画的にも、このシューズ、最近めっちゃ着てんな。っていうシューズです。お前、俺の誕生日とシューズ一緒にすんな、お前。その、一緒にやっちゃえ、みたいな。一緒にやっちゃっても大丈夫なタンプレになったんです。マジで？はい。いい？ちょっと出して。はい、どうぞ。うわっ！はい、見てください、皆さん。あー、似てます。ということで、刻んでいこうぜ。アディアスから、足出す！決まりました。はい、決まりました。これを言えるってことは、PR 動画ではございません。いやー、嬉しそうじゃないじゃん。普通に嬉しいわ。あ、噛み締めてる方のね。開けてください。3、2、1。知ってる。うわ、なんすか、なんすか、こちら。え、かっこいい、マジでかっこいいね。アディゼロ SL2。 はい、このシューズ今めっちゃ着てますね。開けてる人多いね。めっちゃ多いし、これを履いて、いやーちょっとなんか微妙だったなっていう聞いたこともないし。みんな PR だからじゃない？いや、PR じゃなくて。PR でも多いじゃん。PR は見てないね、逆に俺は。これいいの？はい、大丈夫です。でもその前にリールだけ撮らせてください。あ、オッケーオッケー。SL2 に似たやつ、確かに。上書きみたいなのね。そうそう、ちょっと待ってね。こちらが、SL20。ああ、20。20だろ。20なのか分かんないけど、めっちゃ履いてたじゃん、周平。もうえぐいね。これ履いてた時はもう絶好調だった。そうだよね。周平が自己ベスト出した時も。そうですね、自己ベストタイ。タイ出した時もね。そうそうそう。これはずっと履いてたでしょ。そう。これのアップグレードバージョンが、そうだよね。こちら。2だもんね。うん。でもなんか数字的には減ってね、こっち20でそっち2でさ。SL20 かもしれない。確かに、それね、分かんないよな。なんで減ったの？本当になんか弱くなるからやめてほしい。SL だけあって、兄弟だよね。兄弟だと思う。さすがにね。これは、草野さんにお勧めしていただいて、僕がアキレス腱痛めてる時、クローネーションがほとんどないと。かつ、その程よいクッション性もあるし、安いからめっちゃいいよ。Amazon で、当時6000円くらいだった。だろうかな、確か。6000円であそこまで履くシューズでなかなかないよね。ないで。ってくらいめっちゃ履いてた、そう。アップグレードバージョン。こちら、SL2。本日の、ハギ！今回、この、SL2! ここに割れ目が入ってて、まっ
毎回怒られないんだけど、見てないのか許してくれてるのどっちだったのね。マジ見てないんだと思う。ごめんなさい、今ふざけてしまったんですけども、今回の特徴で言うと、まず圧倒的このグリップ、圧倒的グリップや、うん、でそこまで分厚い厚底ではなさそうな感じと、うん、ここですね、ここ触った感じプロネーションはすごくなさそうというか、うん、安定感もしっかりありつつ、注目は萩の割れ目ですね。こうこのライトストライクプロ、そう、ここがこうね、なんかすごい特徴的というか、ムニムニしてるというか、長くね。この SL20 の時アッパしっかりして最高だったんですけど、うん、他のモデルちょっと持ってくるわ、うん、ボストン10君は非常にアッパがしっかりしてる、うん、で、ね、破れる心配はなかった、うん、プロネーションもこのアッパの上で少なかったので、うん、めちゃくちゃ僕好きでした。しかし竹見線8、軽さも素晴らしいし安定性もしっかりあるいいシューズだったんですけど、結構早い段階で破けました。なのでアッパーはちょっと弱めでした。僕は短距離で練習してるってところもあるんですけど、ここからアディダスのバーの心配さっていうのはちょっと出てきたんだよね。比べてみると、この3足といろいろ比べてみると強そうだよね。強そうな感じはするね。ニットがしっかりしてるっていうか、うん、まあ、やっぱこっちは軽量をしっかり求めてるところはあると思うんで、トップシューズに近いようなものカーボンファイバーも入ってるんで、そのアッパーのもろさっていうのは出てたと思うんですけど、このジョグシューとかその短距離のアップ用っていうところで使われてくる分には問題ないかなっていうのが、そうですね、はい、パッと見アッパーの良さはあるなと思います。なんかアディダスのマークのところが完全になんかツルツルしてて、うん、見てなんか鯉みたいじゃない、魚の鱗みたいな、魚の鱗のような、あ、しつこいな。いや、みんなさ、うん、どうせさ、そのなんかいう世論でさ、うん、履いてるわけよ。こっちはさ、うん、結果出してるから。確かに。SL で。うん。おめえらとちげレビューしてやんよ。見てよ、こんなに履いてるんだから、アディダスのシューズも。なんかポットででアディダスが出たから、アディダス買ってきました。じゃあアディダス履きますっていう、なんか薄っぺらいレビューじゃなくて、こんなに履き潰した上で、新作を履いて、どう違うのかっていうところもできるし、ね。まあまあまあ、ハギーとは違う。アディゼロ SL2 で行きましょう、参りましょう、ダッシュで行こうぜ。まあ、じゃあ改めまして SL2、 まあ重さは普通かな、うんうん、うん、重くはない、はい、って感じですね。すごいよこれ、なんかカーボンシューズなんかっていうぐらいの高いサポート性と優れたフィット性、圧倒的な軽量感と安定性、高反発性、優れたタイム重性、もう無敵じゃねえかよ、全部や。僕のイメージというか認識としては、全て万能に履きこなせるのかなっていう認識ですね。今周平これ今履いてますけど、僕もちょっと先ほど一足先にフィッティングだけさせていただいたんですが、え、誕生日で俺に買ってきてくれたのに俺より先に履いてたの。ごめんごめん、どうしてもリールを取りたかった、リールが先行。まあいいけど、フィット感はもう化け物でしたね。やっぱ色白いね、ホワイト、ブラック、ブラックザ・アディダスみたいな、あとトリプルブラック、トリプルブラックがよかったな、ごめん。でもどう、あったお店にこれしかなかったもん、品薄だったのね、品薄品薄だったの、もうな、な、いや、もう最後の一足だったね、これが。そう、いやすごいよ、でも周平ライトストライクプロがもうなんかバネバネしい、バネバネしい、うん、ああすごい、なんかうーんってなってる、あーすごいすごい、あーすごい、足踏みするとわかるわ、なんか一回グニュって潰れてポンって前に出てる感じ、感覚あるかな、潰す感覚は、ああそうなんだ、うわ、いいな、持った時は普通だったんだけど、うん、履いてみると、うん、フィット性がすごくいいので、うん、めちゃくちゃ軽く感じます、はい、ちょっとジョギングというか、うん、流ししてみます、はい、はい、最初に感じるのは安定感かな、わーすごいわ、うん、めっちゃいいやん、すごくいいですね、うん、ホームページみたいなところにもさ高反発って書いてあったじゃん、うん、まあ、高反発は持ったけど、うん、カーボンファイバーとか入ってない割には浮く、う
あーボーンってこう帰ってくるんじゃなくて、うん、浮くっていう感じが、おあれだよね、ジョギングする人も、まあ、気持ちよく走れる感覚で走れるシューズってことかな。もちもちもち、うん、後ろも見てみると、まあ、もちろん前足部分の方のグリップもしっかりしているんですが、かかとの方もしっかりグリップ性あるということで、かかとでつくような選手でも機能してくれるのかなと思います。いやめっちゃすごいのが、うん、ほんとこうやってほら、お前の爪の音やろ長長くないよ、長いだろ、見ろこっちが強い、長い、見ろ、うん、長いね、強めの流ししてます、うん、ちょっと次短距離要素、はいはいはい、 SL 系入ったんで僕の履き馴染みというか履きやすさ、うんうん、っていうのもちょっとありますし、安定感がいいので走ってて非常に気持ちいいです。あーなるほど、で短距離ぐらいのちょっと強めのパワー出してもしっかりグリップ性しっかりあるんで、もうちょっと短距離のウォーミングアップとかちょっと早めの流しとかも全然対応できるなっていうのはあります、うん、はい、今履いた感じ結構万能なシューズなので、いろんなところで幅利かせていけるなと思うので、この一足で割とこう賄えちゃうかなっていうのはあるんで、いろんな練習したいけどどのシューズ買えばいいか分かんないとか迷ってる方にはおすすめできるかな、うん、もう一回ショートダッシュし、はい、楽しい、ちょっと楽しくもなる、うん、あーすごいね、いいねいいね、結構ね、なんか今日ね動画のトーンが真面目モードなんですよね、彼。変なボケをしてこない日があるんですけども。あ、これめっちゃした、めっちゃしたいやん。最悪。めっちゃいいこと言おうと思ったの。これもらっていいの本当に。だ、いいって。やったーい。ダッシュで行こうぜ。白黒セットアップに似合うね。でその長いソックス似合うね、かっこいいよね、でもユシキさんさ、ふくらはぎ細いけどしっかりはしてるじゃん、だからなんかちょっとサッカー選手っぽいっす。あ、マジ？はい、ちょっとやってみて、クリスチアーノ・ロナウド的なやつ。あ、全然できる、見えます、ボールが。あ、どうします、安定感だね、本当に安定感すごい、まず安定感、安定感、安定感が強すぎるシューズって硬いから、うんうん、ポーンっていう跳ね返りがあんまり感じない。しっかりライトストライクプロがこう中に入ってることによって安定感を殺さないで跳ね返してくれる感覚が今走ってないのに数歩歩いただけで伝わる感じ、めっちゃいいやん。足ロングバージョンだ。さあ足ロングバージョン入ります。よしきの足ロングバージョン入ります。その顔やめろ、顔、何今の顔あ、そのウィーンっていう顔すんな、ウィーンって顔、あ、来た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 、いいじゃん、うん、なんかカーボンシューズに似た動きになってる感じあるね、いい意味でね、で反発感がある動きを見てて。やっぱ大体スーパーカーボンシューズってのは、うん、シューズによって設置位置が選択させられるというか、うん、このシューズはミッドなんだな、このシューズはフォアフット前足部分でつかないと馬が走れないんだなっていうのが大体ありますね、うん、周平の言った通り万能でどの練習でもこう使いこなせるっていう通りで、うん、どこついてもしっかり自分のフォームを正してくれる感覚もあって、うんうん、感覚がめっちゃいい。これは本当履いた人にしか分かんないとは思うんだけど、ライトストライクがあって、うん、間にライトストライクプロが入ってる、このサンドイッチハーモニー、サンドイッチハーモニー、なになにサンドイッチハーモニー、サンドイッチハーモニー、サンドイッチハーモニー、このサンドイッチハーモニーは新しいです。新しいか、履いた人にしか分かんない。でこの感覚めっちゃいい。これはあのあっぱれ、あっぱれです。このシューズ履けばなんかいつでも、うん、あ俺今日調子いいかもっていう感覚で練習に挑めんじゃないってなるんで、緊張して好きな女の子に告白できない時もこのシューズ履けばいけるかもってなる気がする、あると思います。ないな、危ない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 、お前のギャグプロネーション強い、だいぶだいぶプロネーション強め、だいぶ強いね、ブレる、ブレる、ブレブレ、あでも反発感はある、反発感はある。素晴らしいな、素晴らしい、圧倒的にフォームが綺麗に走れるというか、マジ気持ちいい、ためを作れる走りができる、おなんつうかな、こう最後まで地面を押してたくなるというか、おえめっちゃいいじゃん。
いいことじゃんこれって、プッシュ、地面をプッシュする動き、はいはいはい、その感覚がある、うん、今、うん、俺が今、うん、走ってもちろんアディゼロもいいけど、お前が動き良くなったんちゃうか逆に、まあ、まあ、もちろんスパイクシューズでね、うん、その動きって変わりますから、まあ、その感覚があるっていうのは、まあ、いいことですよ。全然あの上げたくないなって思うぐらいめっちゃいいシューズでした、はい、上げますけど、まあ、僕も彼女彼氏に誕生日プレゼントは SL2 やるよっていう人はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。